美濃での一戦を経て信長の非凡な才を見抜いた道山は尾張へ使者を派遣して和睦と縁談を持ちかける。まな娘濃姫と信長の突然の縁組、それは全て道山が信長の器を見定めるための一策であった。こうして両家は不戦の盟約を結ぶこととなり、数ヶ月後美濃に信長が招かれ祝宴が催された。宴は和やかな雰囲気で進行したが、その水面下では何者かによる不穏な思惑がうごめいていた。稲葉山動乱。まったく想像し、そう言うな、祝いの席だ。不服か、この縁談が。私は役目を果たすだけ。大義なことだ。あの、光秀、うつけがもう一人。使命を果たす。祝いの席でかような狼藉を許すとは。信長殿、主道山に代わり詫びさせてくれ。詫びなど後にしたらどうだ。見ろ、新たな狼藉者が湧いて出てきたぞ。チッ、切り抜けて屋敷の外へ出るほかなさそうだ。案内する、ついてきてくれ。良いのか。この襲撃仕組んだのはおそらく。構うものか。大事な客人に傷を負わせては美濃斎藤家の名が地に落ちる。忠義ゆえに背くか。よかろう、宴は終わりだ。任せたぞ光秀。客人への非礼、到底看過できるものではない。俺の手でこの騒動を収めねば。黒のネズミ、それもまた一興。光秀、機長、生きてこの屋敷を脱するぞ。この混乱の背中でどうも不敵に言えんとは。ああ、俺も力になろう。今はうつけについていくしかないよね。信長は殺しても死なん。
相手が悪かったな。好機だ。あの廊下から外へと抜けよう。信長殿と姫様を無事に尾張へ送り届けねば。そのために俺も倒れるわけにはいかない。手つなで終わる。見せてやる。うつけに助立ちするとは愚かなやつよ。まとめて始末してくれる。次から次へと湧いてくるな。さっさと突破するぞ。開門。おい、奴らを決して逃がすな。道を開けなさいと言っても無駄のように。刺客を呼び込んでいる奴がいるようだ。そいつを撃たねば機長は動けんな。俺はまだ強くなれる。敵将切り伏せた。叶う相手ではなかったか。相変わらず腕が立つな、光秀。また増援か。キリがない。急ぎ指揮する将を切り伏せねば。光秀だ。なんだよ。織田にいらぬ義理立てなどするからだ。これでよし。行くぞ、機長。私など捨ておけばいいのに。光秀のおかげで手こずっておるな。てけえ皆の衆、まとめて倒してしまえ。開門。ほう、期せずして進路が開けたようだ。ならば奴らを倒して進めのみ。上位に背いた報いを受けよう。信長殿、この座敷からは先に進めない。敵将を倒したところで八方塞がりだ。そう焦るな。俺を信じろ、光秀。まずは共にこの場を乗り切るぞ。我らを退けようと何も変わらんぞ。ここは屋敷の最奥部、どこにも行けぬわ。俺を見くびるなよ。この手の座敷は大抵やはりな、からくりを見つけたぞ。開門。道が開けた。なぜこのからくりがあると。武家屋敷では珍しくもあるまい。用心深い主ならなおのことな。鉄鍋で終わる。兄上、よくぞご無事で。ここからは私も共に参ります。中庭の敵は斎藤利光が率いています。奴を倒さねば増援はやまないでしょう。利光か。ならば俺が止めねば。開門。待て。
強くなれる。エイト、申し訳ありません。弓兵よ、一斉に威嚇けよ。お前たち、今すぐ弓を下ろせ。客人への無礼は俺が許さん。兵を引けとしみつ、客人に礼を書くまでを働くな。引くわけには参りませぬ。それがしは明智家の誕生をお守りせねばならぬゆえ、殿、どうかご無事で。お咎めは後ほどいかようにも受けまする。開門。ちんたらしている暇はない。さっさとこの屋敷を抜けるぞ。あんな怒った光秀様初めて見た。かないっこねえ。天下無双、それほどの力が俺にかかったら襖を閉じよう。ここで奴らを打ち果たすぞ。平門、力の礎となれ。引かせていただこう。いいぞ、よくやってくれた。おい機長、あまりほうけているなよ。うつけと見まがい、切られても知らんぞ。この状況で私を気遣うなんてのんきなものね。開門。出口までは間もなくだ。駆け抜けるぞ。この剣、茶の間の方からか。用心するに越したことがないが、エッサで終わる。助かったか。吉達様のためここで撃たせてもらうぞ。強撃ならずか。俺の力の礎となれ。相変わらず腕が立つな、光秀。俺はまだ強くなれる。間もなく出られそうだな。鉄で終わる。光秀、お前の助力なくばここまで来られなかっただろう。こんなことになり申し訳ない。それにまだ気を抜くわけにはいかない。光秀、鉄で終わる。俺はどういう了見だ。俺に従えねえな。ここで切られろ。ようやく元凶のお出ましか。祝宴を台無しにした報い、受けてなぜは嫌い。勝利条件変更。おい、造園はまだか。姫の目しくじったんじゃねえだろうな。切れはしまい。一でこの俺に歯向かったこと、きっと後悔させてやるぞ。よし、ここまで来ればなんとかなろう。光秀、助力感謝する。感謝など、むしろ非礼を詫びさせてほしい。斎藤家中の者として恥じるばかりだ。
か。織田は尾張へ帰ったか。報告ご苦労。道山様、恐れながら、なぜあの騒動をお止めにならなかったのですか。吉田様の差し金だとお分かりになっていたはずです。ならばなぜ。なに、うつけ殿の底を見極めんとしたまでよ。ここで敗れるような男ならばと思うていたが。そう渋い顔をするでない光秀よ。この美濃が大きく変わる日も遠くないやもしれぬ。ちくしょう、なんだって俺がこんな目に。許せねえ、どいつもこいつも俺をコケにしやがって。はあ、今日の吉達様は一層荒れてるな。不吉の前触れじゃないといいけど。